始まりました屋形船1戦目一番手はもちろん私新でございます。前回もう1年前ですね、早くも、スパイガールでバントで2500枚という結果を叩き出し、去年も乗れず一昨年も乗れず、今年はねもう乗れと言われてますが、ここで乗ったら番組が面白くないと僕は思っているわけですが、いかがでしょうか。乗った方がいいですか。ちょっとね3本目、まあ、乗らず今年どうするかっていうね、まあ、構成上どうしようかなとは思ってるんですけども、1番手ってバントで、ね、出塁しなきゃいけないじゃないですか。僕はそんなね毎回やってるのがちょっと嫌なので、そして乗るか乗らないかももうちょっと決めたいので、勝手ですが軍資金全てをぶっ込んでなくなったら僕が軍資金を戻すので僕乗りません。いいですか。使い切ってダメだったら僕は乗りません。で軍資金は僕は自腹で戻します、ね、その代わり出たら乗るよ。いいね。どんだけでもプラスになったら乗るよ、ね、じゃあ、早速実践いきましょうか。頑張るよ。さてこれ使わないっけ。さて一択です。一択やりますよ。さあ選んだ台は大逆転と、1試合目何も負けていないけど逆転します。順押しで大逆転が揃えば1000枚、逆押しで、大逆転が揃えば2500枚が一撃で出ますね。やるか。やるよ。さて一発目からバントでホームラン、いくぜ。黙って逆押しじゃい。おい、10、これでチャンスゾーンに上がりました。でここで、若干リプレイ確率が変わるの でこの間8枚薬取りこぼしが出たらこれで終了と、チャンスゾーン終了。まあ1個でも大逆転の絵柄が出たらチャンスゾーンと、2つ出たら超チャンスゾーン、大逆転絵柄が揃う、確率が上がるとよ。ああ早い、来い。10、まだ続く。ああ来い。10、ああこれで終わりか。ああ終わった。これで始まり役取りこぼしでチャンスも終了と、これの繰り返しです。一応順押しで消化してもいいんですが、レバーオンで一発で揃うフラグ、いきなりチャンスゾーンを経由しないで大逆転が揃うフラグもあるんですが、まあそれが出るならせっかくならね逆押しでいきなり逆押し一発大逆転とを狙いたいので、もう通常もう全部逆押しで消化したいと思います。来た。これチャンスゾーン、これで2つ転廃すれば、うわこれで早い終了。今回はもう単調な絵でお届けしたいと思います。もう一発大逆転ね、絵柄が揃うのを狙うのみと、ミリオンゴッドでいう普通のゴッドゲームはいらないと、ゴッドのみでよい。もうね男気あふれるこの大逆転、こんだけね言っときながら一回も大逆転絵柄揃えたことないんです、うん、結構打ってるんですけどね。10、逆、おーし、
さあここが超チャンスゾーンで、ここから大逆転の確率がだいぶ良くなります。行きますよ、行きますよ、来い、ボーン、あっち来い、もう一丁、ボーン、来い、うわー、もう一発、まだある、怖え、あー終わる、終わる、あー終わった、これで取りこぼしで終了です。楽しい。もう何がいいってね、このね、通常時から逆回転するこのリール、なぜ逆回転にしたと。もうね、ね、ゴッドより楽しいでしょ。もうね、もう熱いポイントがね、1点に集中してるからね。いやー、朝から心拍数が上がるよこれは、うん、まあ、まだね、投資がそんな進んでないから言えるだけであって、もう後半使い切ってきたら、えらいげんなりしてる顔がね、この後お見せできるかなと思うんですが、いやー、このテンパイしただけで超楽しい。もうあの、ほぼテンパイ待ちで喋ることはないですよ。最短な映像になるんではないかなと。危ないぞ、ちょっと投資が2万円ぐらいいったら焦ろうかな。順押ししようか。いや、まだ早いかな。もうダメだね、優柔不断は良くない。男は黙って逆押しじゃい。あれ、投資800枚いったところで、現在ですね、420ゲーム消化と、で気づけば、大逆転テンパイが1回のみと、ね、チャンスゾーン中の引きがまあ良くない、まあ、そもそも気が良くない。ちょっとまだエンジンがかかってこないのかな。開始から約ですね1時間ぐらい経過したところなんですけども、現在投資が1000枚突破と、1000枚突破です。で消化ゲーム数が530ゲーム消化。いやー、えらい飲まれてます。吸い込みが早いというかね、まだね、1000枚投資してテンパイが1回のみと、1回盛り上がったきり、結局あのままテンパイすることなくですね、投資1000枚いってしまいました。残すは500枚。おー、久しぶりに来た。行きます、頼むよ、頼むぞ、来い、うわ、早い。ああ、そんな、テンションがギューンと上がったところで、現在636ゲーム、投資がですね、だいぶいってます。1200枚ほどいきました。大逆転できぬまま、まあ、逆転止まりと。まだね、チャンスは
最後までありますから。いやー、やっぱね、転敗するだけでえらいテンションが上がります。楽しい、非常に楽しい。はい、もうサクサク回しちゃおうかな。よし、もう勢いで行こう、勢いで。頼む、もう一丁、頼むよ、頼むよ。うわー、頼む、もう一丁、ここはもう揃え。うわー、まだいける、頼む。うわー、もう一丁、もう揃った。ぐわー、くっそー、ダメか。いやー、心拍数がバクバク上がった。楽しい、楽しいけどえらい飲まれてちょっと吐きそう。現在ですね、消化ゲーム数が855ゲーム、相当姉妹数が1500枚、残るクレジットは39枚となっておりますが、何かで、まあ相当おしまいですね。1500枚いったということで、これにて、館船企画が、もう終わるということで、皆さんまた来年をお楽しみください。はい、オープニングで言った通り、1500枚使い切ったということで、1500枚自腹で戻して次の方にバトンタッチしたいと思います。これにて大逆転できず終了。1500枚使い切りましたね。878ゲーム、時間は、現在11時15分となっております。実践時間1時間15分でフィニッシュ、エンディング。はい、実践終了ということで、明るいです。現在時刻が、11時15分、実践開始から1時間15分でフィニッシュ。878ゲーム大逆転できずでした。さあ、最初に申し上げた通り、1500枚使い切ったということで、僕は今回屋形船には乗りません。生きた。さあ、3年連続乗らない、いかがですか。まあね、結果がね、今回この結果だったら乗んなくてもいいだろうね、ということで、これだと企画が終わってしまうので、1500枚は、僕のね方から1500枚次の人にお渡ししますので、ぜひですね、次回、屋形船第1戦お楽しみください。屋形船、第0回いかがでしたでしょうか。ね、今年もこんな感じで、1年頑張りたいと思いますので、ぜひ、次回お楽しみください。それでは最終回どうなるかお楽しみに。さよなら。